モカ太郎の動画。はい、こんにちは、モカ太郎です。今回はですね、前回こちらの PC ケースを組み立てたと思うんだけれども、ここにつけていくマザーボードを今回ご紹介したいと思います。はい、ごめん、ちょっと熱くなっちゃった。はい、お待たせしました。使用するマザーボードがこちら、 NGXT の N7Z490 というマザーボードでございます。箱見ていきましょう。まずこんな感じ、横こんな感じ、後ろがこんな感じ。早速開けていきましょう。このマザーボードはね、他のマザーボードとちょっと違うところがあるんだよね。いや、だいぶ違うんだけどね。バカーンと。まずは取扱説明書が一つ。SATA ケーブル、I 型、L 型が2本ずつ。何これ？あー、そうか。あのね、今回のマザーボード N7 なんだけど、ワイヤレス機能を搭載してるの。だからこれワイヤレスアンテナになるんだよね。ほら、こんな感じで、これはね、マザーボード側にくる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 って、くるくる。で、これはアンテナ台になるんだね。ここに両面テープみたいな感じになってる。で、アンテナをここにシャーキーンするんだ。はい、こんな感じでアンテナの出来上がり。これでワイヤレス接続ができるっていうやつ。で、あとは M.2 を固定するネジが2つだね。ダダダダダダダ。これがね、マザーボードなのよ。これなんか、デザインやばくないかい？これ。まず正面こんな感じなんだけど、もうここら辺から何から違うよね。これはね、NGXT 独自のデザインカバーっていうやつが装着されてるんだよね。質感はマットブラックだね。艶消しみたいな感じになってる。で、カラーのバリエーションが2種類。マットブラックとマットホワイトの2種類でございます。続いて CPU 見ていきましょう。インテル第10世代、Core i9、7、5、3プロセッサーに対応しております。ソケットが1200、チップセットがインテル Z490 になります。メモリがデュアルスロット DDR4、 駆動数が2133から 4133MHz まで、メモリの最大容量が 128GB になっております。でね、拡張スロットの方を見ていきたいんだけども、カバーが付いてるので外します。このカバーは取り外し可能なので、付けないで使ってもいいし、付けて使ってもいいし、そこは好きなようにやっちゃってねっていうやつです。 NGXT って前の動画でも言ったんだけど、デザイン重視なところがあるから、見た目が美しいものが多いんだよね。かといって耐久性が脆いとか性能が低いとか、そういうことじゃなくて、デザイン性を入れてくれてるんだよね。おわ、外れた。構造が2箇所の爪になってる感じだったね。そしたらさ、ここ外れるんじゃないかな。あ、やっぱりこれもおそらく爪2箇所だね。あ、やっぱりそうだ。NGXT っていう刻印がついてるね。じゃあ今度ここ一番大きい面外してみようか。あー、なるほど、ここがつながってるんだね。せーの、よいしょ。はい、外れました。どんな感じになってらっしゃる？あ、いやー、 PCIe3.0×16 スロットが2箇所、 PCIe3.0×1 スロットが1、2、3箇所だね。そして M.2 スロットが1箇所2箇所になります。続いて SATA 見ていきましょう。あ、SATA は4箇所になるんだね。1、2、3、4。ほう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 。 IO ポートを見ていきましょう。アンテナポート、 CMOS クリア、HDMI1 箇所に、 USB2.0 が2箇所、 USB3.2 Gen2 Type A が1箇所、 USB3.2 Gen2 Type C が1箇所で、 LAN ポートに USB3.2 Gen1 Type A が2箇所、そしてオーディオ類になります。でね、パッと見た感じ、ここにね、アーマーがついていたので、ファンコネクタとかが全部アーマーの外、上とか下に全部集められてる感じだね。あと SATA ポートが他と比べてちょっと少ない感じだね。4つだから、そこら辺を考慮して選んでいくといいと思います。モカ太郎の動画ということで、早速ケースにマザーボードつけていきたいと思います。マザーボード止めるところが 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10箇所になるね。でね、マザーボードをケースに固定してる最中に気づいたんだけど、マザーボードを固定するネジの頭の広さが、このネジ私が個人的に持ってるネジなんだけど、これヘッドが 5mm なのね。 5mm ヘッドだとこのマザーボードを固定するカバーの穴に入るんだけど、よいしょ、これヘッド 7mm なのね。 7mm ヘッドだとここの穴にはまっちゃって、結局このカバー外さないとネジ救出することができない面倒くささがあります。で、一回この穴にネジはまっちゃうと、
このカバー外すのに10箇所以上の精密ドライバー規格のネジを外さないといけなくなっちゃうから、そこだけ気をつけて、この穴の頭7ミリのネジ入れられないから、それだけ気をつけて。でね、これらのカバーを外すときはどうしたらいいかっていうと、後ろ側のネジを外していきます。 S2 番だね、ネジの大きさ。ちなみにアーマー全部外すとこんな感じ。ここも外すと、よいしょ、えい、こんな感じ。はい、つけ終わりました。ということで CPU つけちゃおう。はい、ドン。こちらインテル Core i7-10700K、 こちらを使用していきます。こちらは10世代のインテル Core i7 プロセッサーになります。8コア16スレッド、ベース周波数が 3.80GHz、 ブースト周波数が 5.10GHz になります。 TDP は 95W で、リソグラフィーが 14nm になります。ということでつけていきましょう。ガシーンと。ごめんね、このカバーは私手で外す派なんだ。装着します。ガシーンと。はい、 OK、 つけ終わりました。じゃあこちらにつける海水入れをご紹介していきましょう。はい、ダウン。非常に重い。これはね、クラーケン X63 という NGXT の海水入れでございます。え、よいしょ。はい、こんな感じね。ラジエーターステイに取り付けました。でね、こういう風に向きが変わるんだよ。面白いよね。じゃあブラケットつけていきましょう。よし、できた。じゃあ今回使うグリスが DX1 使っていきます。よいしょ。じゃあ水枕つけちゃいます。よいしょ。よし、はい、できました。じゃあ水枕につけるケーブル類つけていきます。はい、ガシーンと。はい、OK。 じゃあ配線類つなげていきます。 CPU ファン、ガシーンと。で、これは SATA 電源だね。 SATA 電源に、これは NGXT の専用 RGB コントローラー挿すやつ。でも今回コントローラーないから、これは使わない。で、これが USB2.0 に挿すやつ。で、今度簡易水冷のファンコネクタ2つをつけていきましょう。はい、OK。 そしたら電源ユニット入れちゃおっか。はい、ただいまです。服が変わってますね。ごめんね、ちょっともろもろ手続きやってた。でね、電源ユニット何つけようかというと、こちらサブ PC で使っていたシーソニックの800かな、これは。あ、違う、 650W だった。ごめんね、650を使っていきます。ここね、ここに電源ユニットつけていきます。じゃーんと、よいしょ。え、OK。 じゃあマザーボードにこのカバーをつけていっちゃいます。パチーンと。よし、ついた。で、最後のパーツ、これか。よし。おー、なんか真っ黒だね。じゃあここで24ピンつけていっちゃいます。で、スイッチ類のコネクタもつけていっちゃおう。パワー LED プラスが赤、パワー LED マイナスが黒で、パワーボタンプラスが黄色で、一番右が白の順になるね。そしたら海水冷の電源 SATA ケーブルと接続しちゃいましょう。ガチンと。え、 OK。 じゃあこれを電源ユニットにつけていきます。あとは OS が入ったストレージに SATA ケーブル挿しての、マザーボードに SATA ケーブル挿しての、 SATA 電源挿しての、 CPU 補助電源挿しての、8ピン1本と4ピン1本だね。あとは GPU か。はい、 GPU は RTX2080 を使っていきます。ぶつかってる。ぶつかってる。あ、ダメだこれ。どうしよっかな。じゃあラジエーターの位置をもうちょっとこっちにしましょう。ちょっとこっちに行ってもらおうか。先に GPU つけちゃおう。よし、これでいいか。 OK。 そしたらラジエーターどうつけようかな。ここならいいかもね、ちょうどいいかも。よし、こうしよう。よし、できた。いいね。かっこいいじゃん。そしたらメモリどうしよっかな。メモリは G スキルのトライデントのメモリを使っていこう。これ好きなんだ、見て、めっちゃ綺麗でしょ。これつけていこう。わあ、一気になんか雰囲気変わるね。めっちゃかっこいいよ。なんだろうね、この高級感。あ、刺すとこ間違えた。刺すとこ間違えたわ、ごめんね。よし、 OK、 できた。かっこいい、このメモリ。はあ、いや、メモリじゃない、違うよ、主役違うよ、今日。で、最後に GPU の補助電源つけて完成だね。よいしょ。よし、できた、完成。できた。うん、なんかここいいね、やっぱりラジエーターこう移動できるから組みやすいね。どうだい、どうだい、
あのね、カインスールのファンがね、めちゃめちゃでかいんだよね、これ。このファン140ミリだね、かなりの存在感が出ております。でね、これは RGB なしなんだけども、RGB ありの140ミリファンをね、これに付け替えると、こんな感じでまた雰囲気が変わっていい感じだね。ああ、いいんじゃない？でね、ちなみにこの NGXT の製品の、ああいった RGB をつけるときに、マザーボードに NGXT 専用の RGB コネクタっていうのあったんだよ。ちょっと待って。ここが CPU だとすると、上の部分がね、ほら、NGXT RGB1、RGB2 って書いてあるんだけど、他社の RGB 製品を使うときには、この下側のアドレサブル RGB、もしくは 12V RGB に挿せば、ソフトウェアのカムを使って RGB を一括管理することができるようになったんだよ。他社の RGB コントローラーでは NGXT の RGB を制御できないんだけど、 NGXT は他社の RGB も制御できるようになったの。それがこのマザーボードのすごいところ。で、ここの水枕の部分もくるくるくるって回せるから、位置がおかしくなったら簡単に調節することができるからね。で、このマザーボードの一番の特徴であるワイヤレス機能、ここにね、アンテナをつければ LAN ケーブルを挿すことなくワイヤレスでインターネット接続が可能でございます。で、さらにこのカバーね、すごい独特でかっこいいんではないでしょうか。ということで、今回は NGXT の N7 の Z490 のご紹介でございました。次回はね、これを使ってちょっといろいろテストしたいと思います。それでは。